どうも、さくらんぼブービーです。ねえねえ、木村くん。突然だけどさ。何のキャラ？ねえ、あのさ、クイズ出していい？この後の VTR で、カジさんは普段出さないキャラクターを出しています。カジさん。そのキャラクターとは自分でカジさんだな。だって書いてあるんだもん。もっとこんな感じかな。何それ、バカなんじゃないの本当に。パイロット。正解は、これ子供でした。これ子供だよ。というわけでキッズコーナーに潜入。家族で楽しめるゲームが満載。あれ何？あれはダンスですよ。ほらダンス？合わせてほら踊るんだよ。何してる？踊ってんの？俺あれじゃ、たまごっちのキラキラお店っちじゃねえか？たまごっち！たまごっち！たまごっち！僕の友達たまごっち！任天堂 DS で憧れのお仕事体験、たまごっちのキラキラお店っち。いろんなお店でスタッフ体験、注文に合わせてお仕事をこなすとお店が大きくなってみんなハッピー。お仕事の種類もいっぱい。お父さん、なんだなんだ、あれあれ何あれ、あれはイエスプリキュア555だよ。わーい、おかしいだろ。あの人気アニメが超スペシャルなゲームとなって任天堂 DS に登場。イエスプリキュア555全員集合ドリームフェスティバル。ゲームだけのオリジナルストーリーで歴代のプリキュアたちが夢の共演。登場するプリキュアはなんと11人。敵が現れたら好きなプリキュアになりきってバトル。みんなで力を合わせて合体攻撃。楽しく遊びながら物語を進めよう。あのウルトラ怪獣たちが大激突。昭和から平成まで歴代の人気怪獣が勢ぞろい。木村屋プロダクション監修 B 大怪獣バトルウルトラコロシアム。バトルシーンでは B リモコンを振るだけで簡単に熱いバトルを展開。必殺技も簡単に繰り出すことが可能に。バトルコロシアムモードでは大怪獣同士の対戦が実現。ジャンプの高さを競うスピードバトラス、飛んでくる物体を打ち返すアタックバトラス、危険な綱引きで勝負するパワーバトラス、3つのステージで対決。こちらは大怪獣バトルウルトラコロシアムのイベント会場。ゲーム大会、プレゼントなど盛りだくさんな内容に多くのお客さんが訪れました。ステージでは子どもたちがゲーム対決。子どもたち、世代を超えて愛されるウルトラ怪獣のゲームイベントとあって、会場は親子連れのお客さんたちで大盛り上がり。ゼットンとゴモラも子どもたちを応援。この後スタジオにもゼットンが登場。ゼットン。なんかさっきの映像とだいぶ違いますよ。ゼットン。大怪獣バトルのプロデューサー佐竹慎也さんです。よろしくお願いします。まったく舐めた格好しやがってこの野郎。ゼットン、えらい方だったんです。えらい方なんです。こう見えてこれはどんなゲームなんですか。はい、
そうですね、さっきの VTR にもあったんですけど、60体以上のウルトラ怪獣が入ってます。で、ウルトラ怪獣同士が戦うっていう、これまでいなかった夢のゲームなんですけど。素晴らしい。ウルトラはいないんですね、ウルトラは。そうです。で、メインはストーリーモードでどんどん怪獣を集めていくようなモードなんですけれども、他にも、そうですね、はい、他にも、一緒に、ミニゲームみたいな感じでバトルするゲームもあるので、それを今日やってもらいます。やりたい、やりたい、お願いします。すごいやりたい、これ、はい、まず好きな怪獣を選んでください。私、メトロン星人がいい。え、何星人？メトロン星人。そう、俺、じゃあ俺、あれ、俺、レッドキング。レッドキング、なんでレッドキングなの？俺、これ小学校の時ね、頭ちっちゃくてケツができたってね、レッドキングってバカにされたの。あ、私、ピコモンって言われてました。似てるもん。さあ、これは、あ、ジャンプのやつですね。よっしゃ。これは3つある中の1つで遊んでもらいます。よし、まず今の踏切台からジャンプしてこのビルにぶつかります。了解、了解。振ってください、振ってください。振れ、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 まだまだ、重い、重い、重い、頑張れ、頑張れ、頑張れ、赤いの、赤いの、赤いの、振り、振り上げろ。ギャー、あ、すごい、振り、すげー、あ、すげー飛んだ。これって、背高い方が得なんじゃないですか。全然、そんなことないって。まだまだ一緒ですからね。あ、日本勝負です。日本取った方が勝ちです。はい、この花。うぇー、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 あっ、うぇー。ちなみに、こちらの発売はいつですか？10月16日今週の木曜日発売です。今週もうすぐです。もうすぐ発売、楽しみですね。みんなでワイワイできるんで、すごい楽しみです。レアカードもつきます。力抜けてるね、なんか。え、リラックスしてるね。リラックスしてる、うん、これ普通の俺だけど。普通のお前を出さないで、仕事のお前を出せ。え、いいんじゃない、別に出しても。かっこいいよ。いや、なんか繊維さんあれでしょ、うん、ちっちゃい頃、うん、レッドキングっていうあだ名ついてたらしい。 あれレッドキングってなんか、レッドキングって何歳、何歳。ちなみに何、レッドキングが初登場したのは1966年。いや、すげえ昔じゃない。40年前。42年前だね。千カミューさんってそんな言ってないだろ。あず、子供の頃レッドキングって嘘ついてた。小学校の時レッドキング知ってる同級生なんかいないもん、絶対。まあ、それかすげえ大人の時に言われたんだ。最近言われたんじゃない。最近だ。最近レッドキングって言われた。最近違う大人たちにレッドキングに似てんな、お前って言われた。